最近あれでした、アップしてなかった分もアップしたので、あー、なんか流れてましたね。早速これ聞きますから、もう最近すぐ聞きますよ。ファンだ、ファン。ファンが一人できたって言ってください。昨日霊界師匠のやつ聞いたもん。霊界師匠って何ですか？霊界師匠のやつ。あ、霊界、はいはいはい、俺が一番目って。あれってどうなってるんですか？短いじゃないですか。こうやって撮るじゃないですか、うん、で話の区切りのところで一応切ってて、でそれが話の区切りが5分なのか10分なのか20分なのかがバラバラなので、うんうん、まあ、大体10分ぐらいの目安に切って、うん、で、CM 入れて、うん、でまた次の話って入れてるんですよ。なるほど。でそれで一応納品してるので、うん、この切れたところを個別に配信するみたいな感じです。あ、そういうことか。だからあの短いやつもあるんですね、5分とかの。そうです、そうです。うで、まあ、あと5分足りないんですけど、まあ、今日普通に喋って後でどこ使うかとか決めるんで。ああ、なるほど。あ、もうこれ6万で撮ってます。あ、撮ってるんですね。じゃああれですか、夏の風物詩、階段です。階段、怖い話。怖い話、怖い話ね。じゃあ怖い話レベル10まであるとして、1から1の俺からやりましょうか。あ、いいですね、はい、1の怖くない1の 小西のやつをやりましょうか、はい。そうですね、ですね、あるところにですね、ダメだ、ダメだ、ちょっと待って、もう一回、もう一回直していい？笑っちゃってる。もう一回直していい？まあお父さんとね、はい、お母さんと、はい、まあ、小さい小学生ぐらいのお子さんの家族がいたんですよ、はい、まあ、今時よくある家族構成なんですよ、うん、で、まあ、仲良くやってたんですけど、ある時ね、まあ、お父さんとお母さんが喧嘩し始めたんですよね、はい、うん、で喧嘩してお父さんがね、まあ、物も弾みもあるんですけど、はい、お母さんを殺しちゃったんですよ。ああ、なるほど。まあよくある、はいはい、殺しちゃう、事故で、まあ事故です、ね、殺意をない、そうそうそう、お父さんはーってなって、うん、でもまあ当然そういう時に考えることって隠蔽することを考えるんですよ、はいはいはい、お父さんもお母さんもね、庭に埋めたんです。うん、うん、でまあ素人仕事なんで、はい、あ、もういつバレるかっていうの怖くて怖くて、まあ、ビビクビビしてたんですけど、まあ、言ったらね、一緒に住んでる子供にもすぐ指摘されるだろうし、そうですね、お母さんどこって言われるんですね。そう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 、でビクビクしてたんですけど、なんかね子供いつも通りで全然指摘してこないんですよ。あら。で1日経って、あれ、なんか、まあ、言ったらお母さんがどっか行ったみたいな嘘もついてないのに何も言ってこないみたいな、うん、あれって思って、2日目、まあそんな感じだからほっといて2日目になって、うん、で3日目になった時に子供が言ったんですよね、お父さん、なんでお母さんをおんぶしてるの？おー、怖い話。すっかりラジオを意識するような話。いいっすね、いいね、いいねと。素晴らしい。これ以上レベル4、5ぐらいあった。マジで。もう俺本当何これって思いながら喋ってたよ。4、5ぐらいいけてますよ。いけてる。初めてにしてはかなりいい。俺、ま、本当の人生で1回目の階段です。素晴らしい。最後のね、締めも入れてみました。そうですね、良かったですよ。次お願いします。俺はかじゃ体験話なんですけど、いいですか、最近。どこですか、どこですか。分かんないですよね、一応。うーんと、こう人によっては別になんかそれは見間違いじゃないかと思うかもしれない、うんうんうん、でも一応体験としては僕は怖かった、はいはいはい、マックス10で怖かったんですけど、聞く人によっては分かんないですけど、うん、あの専門学校時代にですね、あの仲間と一緒に海行こうっつって、でお盆の時に海行ったんですよ。で海、お盆の時に海行っちゃいけないってよく言うじゃないですか、うんうんうん、で、お盆って気づかずに遊んでたらちょっと高波が来て、ちょっと、まあ、怖いぐらいの感じで、さらわれそうになったんですよ、うんうん、で
3人ともそんな、なんかさらわれそうになって、うわ怖いねんな、うわそう今日お盆じゃんみたいな話になって、うん、こんな体験をしたら今日見れるんじゃないっていう、言うね、そこで火がついてですね、じゃ あの、まあ海は早々に、ちょっとドライブ行こうやと、で飯食って、で夜その沖縄の、なんだろう、いろいろスポットと言われるところを、心霊スポットと言われるところをこう回ったんですね。でもう当時はそんなスマホとかじゃないので調べるっていうことはあんまりせず、こうなんか行き当たり思い出しては行くみたいな感じで、うん、まあ、結構時間かけて行ったんですよ。沖縄でまず有名なところで森川公園っていうのがあってですね、うんうん、でそこ行くと途中のところで、警察の看板みたいなのが立ってて、これ以上先に行くと保証はできませんっていう張り紙がされてるんですけど、まあ、これ本当に警察が書いたのか、誰かが、うん、いさつで帰ったか分かんないですけど、そういうところまで行って、うんうん、でもまあなんか怖いね、出るんじゃねみたいなとこ言ったけど、別に何もなくて、でダンスホールっていう今 FM 那覇がある裏手ぐらいのところに実はスポットがあったんですけど、でそこも入ってみたけど、めっちゃ暗くてそういう雰囲気あるものを全然見ないんですよ、うん、でもいろいろ回ったけど全然いないから、もうちびちり釜っていう、 もう最強スポットと言われるところに行こうっつって、で行ったんですよね。で行ったら、まあ、こう防空壕みたいな感じになってて、で、まあ、なんかもう周りからして雰囲気がもうすげえあるんですよね。でじゃ あの降りて行こうかって時に、運転手のやつがやっぱりやめようっつって、うんうん、でいややっぱりやめようぐらいがいいじゃん、何かを感じ取ってていいじゃんっつって、うん、でもなんかやっぱり良くない感じがする、なんか寒気がするとか、その運転手のこととか、うん、でまあちょっと降りてみたんですけど、別に何もなく、ああやっぱ幽霊とかないんじゃねみたいな、うん、でもなんとなくこのもう雰囲気的にそういうところ行きまくったので、うん、ちょっと強がってる自分たちがいるんですよね、うん、いないんじゃねみたいな、でももう誰かがもうやめようって言い出さないかなみたいな、あそれは自身も思ってたんですか。やっぱ気味が悪いですよね、うん、そういうところに行くっていうのは、ね、うん、でこう結構回ったので、まあ、ちょっとなっつって、じゃあもう夜も11時とかなので、まあ、11時12時ぐらいだったかな、なのでもうそろそろ帰ろうぜっつって、で最後のスポット行って帰ろうっつって、まあ、車を走らせたんですけど、僕は後ろに乗ってて、で前に2人乗ってたんですよね、運転手と、まあ、助手席と、で僕はその間にいて前を見ながら走ってたんですけど、住宅街を差し掛かった時に、まあ、住宅街って言ったらもう別に普通の住宅街だから何も怖くないんですけど、差し掛かった時に十字路にこう差し掛かったんですね。で十字路を差し掛かって、僕は後ろからあなんか2人乗りの自転車が来ると思って、ちょっとヤンキーかなみたいな人たちがこうチャリでワーッと来たんですよ。でもこのまま行ったらぶつかるぞっていう感覚なんですよね。で当然運転手は気づいてるはずなので、まあ、止まるだろうなと思ったらどっちも止まらないんですよ、うん、でぶつかったんですよ。えっ、ぶつかったんですよ。おぶつかったけど車前に進むんですよ、うん、でいや危ないっつってぶつかったのでちょっと先ぐらいで止まったんですね、うん、でいや今絶対引いたよ、でも2人はは？みたいな感じなんですよ。お何急に何みたいな感じなんですよ。いや絶対今引いたよって振り向いたら十字路じゃなくて T 字路だったんですよ。ん？あと自転車がまっすぐ行った先はなくて、そこは林みたいになってて、で車がまっすぐ行けるんですけど、そういう T 字路だったんですよね。でこの自転車が行った先に今自転車が通ったじゃんと、絶対通ったんだけどっていうかあれ十字路だったんだけどって話をしたら、運転手のやつがそこ地元で向こうは崖だよって言ったんですよ。でえマジで怖えんだけどっつって、コンビニ行ったんですね。ちょっと明るいとこ行こうっつってコンビニ行ったんですね。で僕後ろ座ってるじゃないですか、後ろの席の左側の窓にめちゃ長い指紋がついてたんですよ。めちゃ長い指紋どれぐらいの長いやつか、普通のこう楕円の窓じゃなくてビヨーンってこう縦に長い指紋が20センチぐらいですか。こうやった指紋じゃなくてこうベタッとつけたけど長いの、引っ張ったやつじゃなくてベタッてつけた長い指紋がついてて、
それをは3人で確認して、で、あの大森ちょっとやばいよってなって、なんかもう顔ももう蒼白だと、顔面蒼白だと。で、友達の葬儀屋さんをやってる友達がいるんですけど、そいつのところにとりあえずなんか行って助けを求めます。名護まで行って、でただ行ったら彼はもう早々に、ああもうそういう遊びしちゃダメだからっつって、何も話してないのにもう連れてきちゃってみたいな感じで言われて、で一応そのお祓いみたいなことをしてもらったんですよ。すぐ分かったの？その分かったみたいですね、うん、なんかよくあるよみたいな感じでっていう話です。その人は葬儀屋、葬儀屋さんです。で彼の話とかはほぼファンタジーに入るんですけど、多分怒りすぎて、でそいつは弟がいるんですよ。で部屋の中で自分の部屋でいると、夜とかに弟がコンコンコンつって、お兄ちゃんちょっと見てほしいものがあるって言うんですって。でももう分かる、弟じゃないと。でもコンコンコンってやるんだって。で弟の声でちょっと来てくれみたいな、あ弟じゃねえで、こう無視してたらもうどん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 なるんですって。でもう出てこい出てこいって口調も変わってくると。でもそれでも無視というか、もう、バレてるから成仏しなみたいな、今日も帰んなみたいなことを言うらしいの。そしたら、電線の紐でパチンパチンってやるじゃないですか、あれがすごい揺れ出したりとかで、こうどんどんじゃなくてガリガリガリに変わるんです。でもそれもああ今日は寝れねえなみたいな感じで漫画読むって鬼メンタルだな。何それ、もうめっちゃ怖いっすよ。もうそれ怖いね、怖いわこれ、やだ。で そいつの家に、その日の晩、まあ、ここからは怖くないですけど、その日の晩に、まあ、行ってお払いしてもらったけど、まあ、ちょっとそのまま帰るの怖いから、やっぱついてたのみたいな感じになって怖いので、少しこう休んでいこうやって、でそいつの部屋とかに行ったんですけど、そいつの部屋の下が霊安室、下に置くところね、置くところで、その葬儀までの間一時的に保管するところなんですけど、でそこに今いるよっつって見に行くとか言うんですよ。嘘でしょ、行くわけないだろ。恐ろしい。すごいですね。まずその葬儀屋さんの本当も息子さんなんですね。そうそうそう、もうすごい血筋ですね。ねすごいでしょ。俺一切そういうの信じてないんだけど、嫌だな。なんすね、怖いよ。もういいんじゃないですかこれで。めちゃくちゃ怖かった。15ないです、僕3ぐらいです。じゃあ最初だったのかな。そうっすね、最初でしたね。編集で前後してください。いいよ俺最初で。どうしようもなかった な、その譲り合い。僕は体験、僕も体験談というか、僕はあんまり霊感はあんまりない方なんですけど、まあ、ちょっと最近ついてきたなって思うこともあって、それで結構、まあ、キロはなんとなく感じてるのは父の死なんですよね。まあ、それをきっかけになんかそういうものを感じるようになったっていうのがあって、で、よく行くというか、沖縄県民の人はほぼほぼ行ったことはあるんじゃないかなってい こう希望が丘っていう、こうエリア、テンションがいっぱいあって、まあ高校生とかの時とかはもうみんなでこうね、親の目から離れて、どんちゃん騒ぎする、そうどんちゃん騒ぎするような場所なんですけど、で、まあ、その時の高校生の頃に、まあ、同じクラスの、まあ、ケイちゃんっていう女の子がいて、まあ、その子が霊感があるらしくて、まあ、この子から結構、まあ、変な話というかは、まあ、霊を見てるなっていうエピソードが何個か僕の中にもあって、で国際通りで友達と、2人で歩いてたんですよ、でそのKさんと偶然国際通りで会って、ああ何してるのみたいな感じで、あじゃあ、まあ、バイバイまたねって言って、次の日にでまた同じクラスだって会って、あ昨日会ったねみたいな話をしてて、そうそう昨日3人で何してたのっていうのをさらっと言うような人なんですよ。2人しかいないのに1人増えてるみたいな。で、まあ、その子と、まあ、そのクラス一緒なんで、じゃあ希望が丘公園、あ希望が丘にみんなペンション行きましょうよっていう感じになって、そんなこと行きたくない。で怖いですよね。でまあ出る出るって言われるじゃないですか、そこのエリアって、でその出るわけないよねみたいな話でわーってみんな飲んでて、まあ、次の日
朝起きて、楽しかったねみたいな話をしてた時に、その女の子が楽しかったね、ずっと上で人が張り付いてたけどみたいな感じのことをさらっと言うんですよ。わっ、怖い、まあ、天井のね、あの上に張り付いてるみたいな。でそこからではないですけど、まあ、希望が丘は嫌だなって思うようになってきてて、でそれで、まあ、お父さんとかが死んで亡くなって、うん、なんかちょいちょい僕嫌なスポットっていうところがなんとなく体で分かるようになってきて、僕嫌なところ足が結構ガーッと震えたりするんですよ。多分伊江島も結構ダメでしたし、海軍港も全然ダメだったんですけど、でその当時付き合ってた彼女と、まあ、あのペンションではないですね、その希望ヶ丘エリアのホテルに泊まろうみたいな、その当時お互い実家暮らしだったんで、まあ、泊まるところといったホテルみたいなところで、うんうんうん、まあ、県内のエリアいろいろホテル泊まってみようっていうところで、安かったのがそこ の、うんうん、希望ヶ丘にある、ホテルだったんですけど、うん、まあ、普通に入ってやっぱ人がいないんですよね、うん、そのホテル自体に人が全然いなくて、まあ、そのスポット時期もあるじゃないですか、うん、秋とか冬とか、でもその時期だったと思うんですけど、あんま人いないねっていうところから始まって、まあ、普通にご飯食べて、うん、でまあすることとして寝てたんですけど、その時にめっちゃ怖かった体験というか体験があって、寝てたんですよね。で寝てて、で普通のホテルなんですよ、入り口ドア開けて、右手にトイレがあって、まあバスルームがあって、で左手にちょっと鏡があるようなところで、少し進んだらもう右手にすぐベッドがあって、で奥にあの窓があるみたいな形の普通のあのホテルだったんですけど、そこで寝てて僕嫌な夢を見たんですけど、まあ、それ霊的なものかどうかちょっと分かんないんですけど、その部屋の夢見てるんですよ僕。おう、でそこで寝てるんですよ、同じ体勢で、うん、でそして、あ、僕あの視点的には寝てる自分をまっすぐ立って見てるような感じ、壁、向かい側の壁が見えるような感じで、はいはいはい、そこに女の清掃員がずっと立ってるんですよ。なんかほうきみたいなもんでずっと立ってて、うん、あ、この人、なんで俺この人がこの部屋にいるんだろう、っていうのがわーっとなって、うん、あ、やばい、怖い、動けんみたいな感じになって、うん、で、あ、けどもう怖いけどどうしようもない、あ、どうしようどうしようって言ってパッて起きたんですよ、うん、そしたら閉めたはずのない窓が、あの奥側の窓が全部開いてて、うん、カーテンがバーって舞ってたっていうのが僕の体験で、それすごい怖かったなっていうお話でした。幽体離脱かね、何なんですかね、あんまりああいう経験がなくて。おー、なるほどね。なんかね、後日夢見るとかあるかもしれないですけど、そのリアルタイムで夢見てる感じが結構不思議だなっていうのが僕の中の怖い話でした。それが最近の話？いや、結構前ですね、これ5年前ぐらいですかね、5、6年前ぐらい。ああ、そうか、そうか、十分怖い。十分怖い。ちょっと実体験ではあるんですか？何？その清掃員の人をよく見たらここから血が出てるとか、そんなんじゃなかったんですか？顔中から。間違いなく人ではないっていう感じではありますよね。それ感じたの？感じました、感じました。あ、これやばいみたいな。どちらかというともうやばい、でなんでここめっちゃ見てるんだろうみたいな。そっか、やっぱそういうのがあるとやっぱなんか信じてしまうようになるのかね。俺全く経験がないから。そうかもしんないですね。すごい正直、なんかあのそんなのあるわけないじゃんっていうノリで考えてるんだよね。わかります。だけどなんか見ちゃうとね、うん、なんかそこが見間違いかもしれないけど、それ以降多分何か無意識にアンテナが立つんでしょうね、うん、で敏感に反応しているかもしれないです。なるほどね、うん、なんか強制的に認識させられてる感じですよね、どちらかというと、うん、話をする話術をちょっとね、多分、稲川淳二とかも怖い話の人じゃないですか。あ、そうですね、うん、そもそも聞く、その稲川淳二とかも聞いたことあります？ありますよ。あんまなくて、やっぱ怖いですか、稲川淳二？怖いですね。
あれは一つの芸、うん、芸ですよね。なので、うん、もう怖がらせるための話し方はやっぱり優れてるんでしょうね。あとまあずるいのは照明とか、あまあね、その視覚的な部分ももちろんあるでしょうし、うんうん、なんかこう、ひそ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 って聞こえるんですよとか、なんかそういう話し方とかがこう緩急とかできるじゃん。そういう体験がないから。なるほどな。人を怖がらせる話し方って、うん、でも緩急とか、緩急なんだ、大きい声を出すとか、うんうん、まあ、さっきちょっと意識的にやったら危ないっていうのを少し大きめに言うとか、あ、それでこうあれなのね、実際もビクッとさせるのね、ビクッとさせる、まあ、話だけじゃなくて、うん、あ、ま、間の取り方とかが多分あの、うん、そういう怖い話する人たちがうまいんですよね、うん。俺結構あの、もう稲川淳二はそういう芸としてあるとして、うん、芸能人がテレビとかで怖い話するとかになった時に、うん、あ、これもテクニックの一つかなっていうのは、さも怖い話は今からしないけど、なんか日常のことなんですか、あれってどうなんですかねみたいなとこから入っていく、あ、あ、要は用心してなくて、いきなり来るなり階段、うん、ひどいですねそれ、うん。準備できてないですからね、準備できてない、体の、ね、心と体の、それはビビるわ。昔あの小坂井和樹の何でしたっけ、うん、ご機嫌よう、ご機嫌よう、ね、あそこでも怖い話の熱いなと回がありますよね、うん、あれも結構その前後とかは明るいスタジオ で、うん、でゲストが来てパチパチなんて明るくやってて、で急にじゃあ怖い話をしますけどって照明が変わって、その人も急になんか神妙な面持ちになり、あ、で一旦声のトーン多分半オクターブぐらい下がるんでしょうね、うんうん、あれはですねみたいな、なんかこうそれがこう演出としてみんな無意識にやるんですよね、うん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 、なんかあるのかな、そういう芸能界には怖い話をする時の話し方、でもあるんでしょうね、なんかそれで言うと、うん、それを見て一般視聴者は無意識にこういう場で怖い話しようって言った時にそれをトレースしているのかな。全然できてなかった。ちょっとうんとは言えないけど、だけど上手ですよね、この風景を想像させるというか、うんうんうん、やっぱ音とか、うん、音をこう想像させるのもやっぱすごいテクニックだなと思いますね、うん、シチュエーションもね、うん、さっき翔ちゃんはその部屋の間取りを説明をするとか、普通の話だったらしないじゃないですか、しないですね、結構でも想像させるためのあれですよね、うん、結構だから怖い話って特殊な話ですよね、だからその今からちょっと幽霊見たんだけどさっていう話をしたらみんな聞く姿勢が普通じゃなくて耳が立つじゃないですか、集中して聞くじゃないですか、あ、確かに、でこっちも詳細に話す準備がなぜかできてる、うんうんうん、大したことじゃないけど、うん、なんか詳細に話したいじゃないですか、うんうんうん、なんでしょうねあれは。あ、やっぱでも一つのあれなのかもしれないですね、和芸じゃないですけどみんなそれを意識しながら話してるんでしょうね、うん、そう考えると、うん、ただの話じゃなくて、じゃなくて、うん、なるべく想像させるようにとか視覚的に見えるようにとか、うん、あとなんかねそのああいうのなんていうんですか、オノマトペっていうんですか、はいはいはい、ひたひたとか、はいはいはい、そういうのをこう、うまく擬音を使ってとか、うん、そういうのはね、擬音を使う会話ってあんまないですもんね、うん、そうですね、確かにないですね、怖い話というジャンルは面白いね、確かになんかい面白いかも、そのなんかエモーショナルなサイドのあれですよね、いつも話してるのよりかは、いつもってどっちかっていうとこうね何か具体的なというか理論を伝えるためにこう話したりするんで、言ったらそれの順番だったりとか、まあそれを分かりやすくしたりはするんですけど、あんまりエモーショナルなものを伝えようとしてないなと思うんで、ああ確かにね、なんか思いつきとか、うん、エモーショナルな部分でも、うん、なんだろうな、あ、別の感情ですよね、うん、普通に話してる話ってこう次は俺話そうみたいななんかイメージとか持つじゃないですか、うんうんうん、で会話をコミュニケーションするためにそうするじゃないですか、はい、でも怖い話になるともうこの話が終わるまで聞こうっていう、うんうん、なるなる、だから伝えやすいですよね、うん、あ、うん、空間ができるみたいな感じなんですかね、うん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 、でもこれはやっぱあれじゃないですか、その小さい頃から怪談話っていう
のをね見てきたり、その空間とかね、うん、テレビでもやってるのもそうですけど、はいはいはい、もうやってるからなんでしょうね、下地がついてる、そうそうそう、うん。